ちょっとね、私、浮かめてるね、ちょっと椅子に座って。あ、はいはい、すみません。私も座らせていただいてて申し訳ないです。ちょっと少し前に。これ椅子もちょっと前に。いや、そんな恐れ多いと思って。そうですか。そんなに聞いていただいたところでもですけど、ありがとうございます。今日は本当にありがとうございます。お見かかれて嬉しいです。あの旅行してるんだってね。はい、そうなんです。この前来てくださって、はい、お呼びいただきました。お話しさせていただいてすごい楽しかった。ありがとうございます。いや、すごい素敵な方でした。すごい、そんな素敵なやつ。俺に代わってね、やってもらいたいこと。いやいや、多分そう思いました。すごい若いしね、若いし、彼の履歴書がね、すごいんだ。あ、そうですね、伺いました。すごかった、びっくりしました。この間、週刊現代という、はい、週刊誌を読んだった。彼の紹介で、劇的な展開で、ああ、そうですよね、うん、そんなことを書いていません。ああ、そう思います。どこ行っても彼の友達がいっぱい来るんだ。どこ行っても、マッテージが、マッテージがいるからこそ、僕はその伝聞、伝承バトみたいなもんです。彼はそう言ってます。彼はそういうビッグに、ああ、もう実際は彼によって読んできたことはね、あ、そうですね、そう思いました。あの、でもね、あのいい、あの後継者の後継者がどうかしら、まあまあ、まあまあ、あれですけど、まあまあ、まあまあ、でもちょっとある意味では、あの同じこと道じゃなくても、なんかやっぱり意思みたいな、まあ、彼は彼の道で出ていったな、はい、そうだと思いますけど、彼は彼でね、大地、日本でね、こんな子供を出て通すのはね、ちょっと人をね、引くんだね。どうなん、なんであんなこと思っててるんだろうとかね。南方仏教の大国とかミャンマーとかね、シーランカのような、ちょっと子供来てるからね。インドもそれでいいんだけど。日本で寒いのね。ね、俺はこんなジャンボ来てるんだよ。こっちは裸だよ。はいはい、そうです。インドは暑いですからね。日本は寒いっていうことで。伺いました。いろいろと。それでね、まあ、あれは機械の相手だ。あれはただのに人の相手だ。ね、あれは世界的一社になってね、堂々とアメリカに行ったり、ね、ヨーロッパに行ったりね、日本に来たり、まあ、強烈な、しかし機械の方に行くことは、日本の仏教界に通じるか通じないかね、それは分からんよ。彼独自の対応、彼独自で展開する新しい、あ、でもね、次の世代っていうからね、あの何々言うた、はい、憲法で言えばお前名前なんていうんだリュウコと申しますが、助けていただいた名前は流行流ね、仏法の展開だ。分かります。流行流仏法の展開、同じような現在の栄えた人たちの、お金を持った人たちのね、苦しみというのも我には分かっているんだ。だから顔を見ればね、そこは金を持ってても、こいつは苦しんでるんだなと思うね。ここにもちょっと悩まれてきたことが分かったんだ。どのようか、この子が生まれてから坊主になれって、はっきり命令を大中断から救済だけだ。そしたら彼は、その日から、俺がね、甘い坊主になったらいいじゃないのだろうか。
なんていうか考えることをやるとね、これはちょっと難しかった。大丈夫なんで、最後、耳にあったかるかな。この人生、180の展開だったり、だから彼は彼で、両方、両方仏法ですね、両方のスタイルで、そうですね、世界を舞台に行く。英語はできるし、社会的教育体験もあるし、上は100万長者の人とも付き合えるし、下は貧乏な人とも付き合えるし、ね、幅広い活動、社会を持ってるんだ。ね、もう、メリットを与えてあげた。僕、常用が難しいから、ね、仏教坊さんは話さないような言葉でね、優しく仏教の道理にかなった説法していけと、いうことを言ってね、言ってるんですよ。よろしいので私、私の話でいらっしゃったわけではないと思うんですけど、いや、でもすごいですね。説法ですからね、私の説法。主といえば親も同然、主といえば子はと、子も同然、ね、親子夫人の説法ですから、そういうことでやってるんです。まあ、今日の目的は何ですか？あのちょっとだけから、あのね、多分あの龍光さんお会いになった時にですね、さもうパッとお分かりになりましたんでしょうね、もちろん。そんな失礼なこと聞いた。すいません。おばあちゃんの話はちょっと聞きました。民の。あの事前に庄司先生って方いらっしゃるってことを少し話して。ありがとうございます。いや、すごいなと思って、いや、こうパッとたくさん人が言ってる中からパッとやっぱし見てね、ご覧になって多分お分かりになったんだろうと思ったから、それはすごいなと思いました。おばあちゃんで、おばあちゃんで言えば俺の本当のおばあちゃんに思えるんで、ありがとうございます。光栄ですよ、光栄すぎます。だからおばあちゃんって言ったんだ。はい、ありがとうございます。子供さんかな、誰もみんなに聞いてあげてくださいねって言うのかな。でも本当のあのね、いや斉藤さんが言ってくださったけど、本当にね、思いがけないご縁ができて今日ここに来られて本当に良かったです。今回のこっちから言えば来日だけども、私からやっと日だ、土日の確実からね、日本全国もめちゃくちゃに増えてるんだけど、展開というのはね、若いの展開です。彼に言ってる展開が励行して皆さんに多く見えることができてもいいんです。だから忙しい難しい、毎日毎日人生相談に扱って変になってるんですけど、しかし要は対談でね、お話し合いだ、お話し合いだからね、どうぞ皆さんも発言してください。私ばかりが言ってたらすいません。いやいや、おばあちゃんもね、この人に今口が立ち合ってるのか再現するでしょう。すいません。おばあちゃんに言うと口が大事。いや、でも本当にお目にかかれてよかったです。あの私もこの間ちらっとね、朝の YouTube かなんかで、あの本当に1秒間ぐらい、今から多分 10年でも20年ぐらい前のインドでこう歩いてらっしゃるお写真を本当にパッと見たんですね。でもその時見た時にね、あ、もし20年前に会ってたらとか思ったくらい、もうすごくもう なんか今ももちろんすごいんだけど、その時本当にすごいなと思って。全然違う人だな、違うって言うとおかしいですけど、すごいなと思う、その人は見ないをもうびっくりしました。若い時はね、無茶苦茶でした。すごかったですよ。いやもうエネルギーが溢れてますね。2日、4日、4日、2晩、寝なくてもね、生きていきましょう。運動をくる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 回っておりました。寝ないでね、そして私を運転する坊さん、
運転手がね、もう私に運転手したら必ず病気になってね、みたいな。もう疲れちゃってね、どこにも寝るしね。そういう、もう55年運転に行ったら、やっております。55年でね、お金を払うのかな。主義というんですか、主義がね、はい、この間仏教大学で、ね、発表されましてね、俺はこの時をあのお母ちゃんのお腹の中に打ったんだよって。そうそうそう、それから今までこの辺りに、ね、まあ、よく俺見に来てきたな。でもね、素晴らしいです。いろんな方にお会いになって、も皆さん、たくさんの方のお会いになって、随分影響力、いや、皆さんに、お人たちが会わせてくれるんですよ。私が会うんじゃなくて、三度さんといてね、何点かを立て上げた人なんですよ。それで彼は、ビデオ、専門家なんですよ。それで、男時代、お札を、男自体菩薩どうとか何かいうテレビ番組を作ったりね、本もね、男自体菩薩どうというの本まで書いてるんですね。だからこういうような人に恵まれたことは幸運だと思います。いろんなご縁があって本当に素晴らしい。でもね、元はといえばあれですが、そこから、ね、いっぱいもお互いに、お互いにって、そんな失礼なこと言っていいのかどうかわかりませんけれども、その王さんのようにね、みんな落語してきた人間じゃないんでね、今の坊さんは家が寺でね、そして、まあ、寺を継ぎたくなくても、お親父に言われてね、寺を継ぎでね、やってるような坊さんが8くらい日本仏教を秘めてるんですよ、ね、ですから普通の苦労というものが分かってない、ね、自分が苦しんでないから、昔の親鸞にしても弘法大師にしてもですね、道元にしても本にしても生きるか死ぬかのね、運動をしてね、悩みを持って、ね、道を求めて求めてね、そしてたどり着いたところは阿弥陀様の、あとは大日如来様のね、いうようなすごいと思いますよ。今の坊さんはね、世襲制といって明治天皇が仏様でもないのに ね、 権力に使った立ち去った明治天皇様がね、憎しき最大を許すというかね、坊主どもよ、お前たちは今から憎しきをしていいから、お前さんもらっていいから、鍵を持っていいからね、ということをお送りしたんだ。それで僕さんは息子のお金60万が集まって売ったからね、どーっとなだれ打つようにね、みんな坊さんが結婚したり肉食したり、今では坊さんは偉い坊さんが医者になってっていうのですと聞いています、ね、そういうようなところからね、世襲制というのは生まれてね、家を継いで、まあ、職業だな、職業坊主だ、ビジネスマンだ、ね、ビジネスマンにもなってしまう。この間も、寺にね、僕の寺に行ったんですよね。そしたら、公演は、うちは良かったけど、公演は私は終わって、皆さんいっぱいおるんだよ、まだ。それでも、この脱いでね、背広って、立ってるんですね。あれ、この人もいたことあるの。いや、もう、これも見ましたね。まだ、皆さんいっぱいおるんだよ。ね、もう3杯おるんだ。そういう態度なんです。せめて俺が帰る前は、これも来ておってくれよと、この中では言いたいわけだ。ね、このまま、ね、ビジネスも、職業もありますね。だからこれは、坊さんと言えないから、もう一度
追い出せ寺から、もう一度寺から出て行ってね、もう一度出家すべきだなと思いましたね。本当にそう、みんなそういうふうになっていただきたいなと思います。例えば お坊さんになってた人の機会としてはそういうのをずっと持ってほしいなと思っています。今日本人はそれでいいんだ、外国人から見たら、ね、あと大丈夫ですか、外国人から来たら大変ですよ、こんなんだ坊主かなんだ明らかなんだ、ね、だから大変なんかではね、日本の坊さんは日本の坊さんと見なされていません。ご飯を食べるときに一緒に食べない、在家の人と一緒に食べる、日本の坊さんがだよ、日本だけだよ、日本の外国では通用しないですよ、ご飯を食べても在家の人、坊さんに一緒に食べましょうと言えないんだよ、会話の姿を見て、前どこにあの兵庫県と岡山の県境でして、おうおう、めさくさね、あのビデオをちょっと岡山と京都朝鮮寺の弁当を撮影させてもらいまして、昨日も撮影にいらっしゃって、毎日大変だね毎日大変ですね、毎日大変だねありがとうございます、すみません、おばあちゃん何してるんですか。私ですか、私子どもの能力開発っていうのをやってるんですけど、だから子どもをね、こう、まあ、生まれた時から、私も生まれた前から言ってるんですけれども、やっぱしきちっと育ててあげないといけないと思うんですよね。で、私はやっぱし別に人のために役に立たないとダメ、そういうふうにダメとは言わないけれども、やっぱし自分の能力、持ってる能力全部発揮して、でそれをやっぱし自分が本当に自分の道として生かしてほしいなっていうのは思ってるんです。それが何になるかっていうのはわからないですね。東大に行くのか、それともなんかそれ、とにかくでも自分の能力を生かして自分をいっぱいちゃんと生きてほしいなっていうふうに思ってるので、そういうふうな形で お父さんにお願いします。はいはい、そうです。みなしごですか。いや、そうじゃなくて私は全く来てないと、自分のところに来てくださった方には全く差別しないで、どんな人でも全部受け入れします。そしてやっぱりその人に会ったっていうことが一番大事だと思っているので、その人の持っているものを 100% 生かすことができたらいいなと思ってます、ということです。すごくめちゃくちゃ楽しいです。楽しいね。はい、すごく楽しいです。おばあちゃんの実際の子供さんはおられますか。あ、いないんです、残念ながら。だからいいんだよね。あ、そうですか。だから全ての人にアーとしての事情はいいよね、注いでおられるんですか、ね、あ、そうです、それはあるかもしれません、うん、自分だってお子さんにもそうだけど、接触性がなかったら、ね、結婚しないでしょう。そうやって子供生まれないでしょう。だけど接触子供生まれるんだ、一人も二人も生まれたら、自分の子供が飼うって、その女房が飼うって、ね、自分のお父さんが飼うって、と引っ張られてしまって、自分の家庭中心になってくるんだ。当然家庭なんか持っていけないんだ。家庭中心になってきて、他の人に対する慈愛というか、平等というか、破壊というのが、ね、薄れてしまうんですね。まあ、坊さんだから、この持ってる以上でもね、まあ、おばあちゃんは持ってないんで、全ての人に平等に。あ、ひょっとしたら、でもそれすごく自分で今言われ、おっしゃっていただいて、あ、そうだったのかと思って、私全部子供たちみんな一緒に見えちゃうんです。なんかこう、違うように全然見えないんですね。それが、本当に見えないんです、それだけは。それは分かってる。それは分かる、おばあちゃんの年だ。89歳というのは、俺一歳でだ。だから、それはもう分かってる。おばあちゃんは打ち殺したからね。これがもっとね、50歳ぐらいだったら、まだそれは見えなかったかもしれない。ああ、そう思います。はい。ところが、もう80歳になってね、もう全身にも慈愛のね、
寝てるんですよ。で、あれもそうだ。88歳で、おばあちゃんに1歳で、小さいんだ。ね、私は、本当に、もう誰もいないしね。だから1歳の、人は、ね、出会いに、ちょっと、どうなると、骨もなくというのは、怖いです。ことがあります。人生相談した。泣いてるんだ、俺もなく。泣いて涙を腹に入れて、もう赤いな、柿を持って、顔を浮いたりして、重たいしてるようになってね。すべて、自分の我が身のようになって思うんですよね。おばあちゃんの相当と同じですよね。ありがとうございます。そう言っていただいたらすごく嬉しいです。おばあちゃん。この人たちはどういう人ですか？私を、こっちは私を紹介してくださった方で、ゆうこうさんが YouTube で笹井先生のことをお話になっているのにもう大ショックを受けましてで、ゆうこうさんに当時まさこ先生にお会いいただきたいんですとお伝えいただいて、あ、それ本当にご縁いただいたんです。でもゆうこうのおかげだね。斉藤さんはおばあちゃんと会うのもゆうこうさんのおかげです。バンテージがないと私生まれてません。教育の仕事をしてます。おばあちゃんと一緒に？あ、違うんですけど、会社で私の方ですか？私のこと、チームです。ゆうこうさんの動画を撮るときにご一緒いただきました田中よし子さんと飛田直彦さん、そして吉村清樹さん、大輝さんですと私ね、このチームです。そしてとても偶然だったんですけれども、柳沢ゆりさんと柳沢よのぶさんは以前同じ塾で勉強していたチームでした。そして柳沢さんの先生の大熊先生が今日庄司雅子先生は0歳から3歳までなんですけども、私はちょっと龍子さんにも訴えました。生まれる前から魂を清くしておかないといい人間が生まれないんだっていうようなことを政治的にももう赤ちゃんの人権、私はお腹の中の赤ちゃんの命を守る救命センターの責任者で、はい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 、はい、すごいですね。生まれる前の彼の教育というのは、はい、初めて聞きましたね。あ、私実は谷口正治先生が作られた宝蔵神社 の職員を10年やって5年間講師をしておりまして、であまりにもお腹の中の赤ちゃんが亡くなっているということを知って、でそういう人の相談に乗る人がいるだけで何千人も何万人も救われるっていうことを知ったので、神社辞めまして10年間今救命センター の室長をやりながらやっております。本当にそうですね。あれおばあちゃんと神社したのに立派にばかりですね。そうですね。今日ここで私も0歳からどちらとかってみんな生まれる前からのことをみんなにすごく言ってるので、しかし今日本はね、結婚しないで生まれる子供もないし、ね、人口はもう世界一減ってるんですよ。これもね、日本は結婚しないで人生そう相談に来る方がね、約 80% は女性は結婚してないんですよ。ね、誰にも聞くんだけど結婚してない。こういう状態で日本が続くとね、もう日本はダメになりますよ。どうも先生。はい、私大東亜戦争、太平洋戦争って言っておりますけど、特に今先祖を大事にすることも大事ですけども、ああいう戦いでみんなのために命を捧げた人がいるということの記憶をしっかりと検証していけ、まあ戦争自体はそれは良くないのは当たり前なんですけど、それよりも
あの命を捧げた人がいるという事実を伝えることで、うん、あの先人のことを伝えれば子孫が栄え、先人を否定することで子孫がどんどん減っていくんじゃないかなって今10年間やって思っております。本当だと思いますよ、ね、しかし先人を強くし先人の感謝するという気持ちは今の日本の教育にはないと思うんですよ。もうねちょっと本当に教員様もね十分分が教員として資格を持てないんです。というのは子供をねちょっと叩くとね PTA の親父さんやらねこの俺の子供が泣きたとこいつをクビにしてくれとか何とか言うてねその教員をクビにするんですよね。こういうのが使う日本中にあるんですよ。教員が通し上げになったりね。ね、それじゃあ教育者としての自覚と信念がね持てないんですよ。そうすると自覚信念がない教育はね子供さんに、まあ、本当に正しく強くね生きる人間形成がね成り立たないんですよ。成り立たない。そういうことからしてもう日本は人口は減り感謝先人に感謝しない、ね、先祖をみんなに大勢来ますが時々さんを拝んでいますか言ったらいやうちのおじいちゃんおばあちゃんは手を合わせてるけどもね私は無宗教ですとか、ね、はっきり自分は無宗教ですとまたあの葬式なんかいりませんうちは組織なんかすいませんとかねそんな話ばかりろくな話は先人に対してね先祖に対して いや嬉しい話は一つもしてくれないんですよ。これはもう日本の若い青少年は青年はもう人間失格だね。日本人としての昔からの我々時代としては失格で日本人とは読めない。これじゃ日本は亡国の像が出てますね。日本人は生きる日本列島が亡国になったらみんなもそれに生きる方も目的もないし人生の目標も立たないし、ね、ブラブラブラして誓いを満員して、ね、それで絵がみんな人生を送るということになってくるようですね。だから戦争は戦争は腹の中から子供を教育する腹の中から子供を教育するということはその親御さんをもっと言い聞かせて子供を産んだらこういうような教育をしなさいと赤ちゃんの時からこういうのように子供を導かなきゃいけないよというようなことを言うのがお腹の中に子供さんへの教訓ともなると思うんですからね。日本はね亡国の裾割りという代で演説をしたことがあります。滅びのね、そう、うまいものが食べますね、ごちそういっぱい出ます。しかし肝心の日本人としての精神、愛国の精神、おばあちゃん先人派でしょ。あ、そうです、そうです、ね、先人派ですね。はい、そうですよね。私も先人派だよ。そうですね、同じぐらいの男ですからね。だから教員がいかにね、アプターをピンと30発、40発だってね、これが特別小学生であるなら、直立を増やしてるから、今の子供はちょっと下がれば、お母ちゃん、先生は私なくてよ。お母ちゃんやお父ちゃんがそうなんて教員だ、
かなった。なぜかで、通しちだから、教員が増えて僕が、本当の自覚を教員として子供を教育する自覚がない、なくなっちゃう。あ、でもそれは本当です。ええ。それすごい残念です。なんでかもう、ピンとあれね、時間にも時間にも分かったとされてね、なっちゃったんですけどね。今ちょっといただけば、PTA から会議があってね、退職とか、首切りとか、ね、転任とか、教員は思ってよくできませんよ。お母さんをっていうのがどういうんですか、子供ももちろん教育しないといけないということあるんですけれども、やっぱりその育てる方の側をちゃんとしてあげなかったら結局良くならないなっていうふうには今はそういう感じです。そういうことだね。県庁所先生が文句言ってもね、もうそれは先生だから本当のことを言ってるんだよと、お前のことを言って、お前優しいから叩かれば文句言うけども叩かれてね、そしてみんな元気になるんだよというようなことを教育、お母さんやお父ちゃんにね、まだお父ちゃんかわかんないけど戦後だからね、全然教育は一教室が気になって、もうその道徳教育ね、終身過程というのがあったから道徳教育が全部バレて、人間いかに生きべきか、何をなすべきかというようなことは全然言わない、ね、だから世の世の教育はこれダメですね、うん、まあだからそれを一生懸命頑張っています。ありがとうございます。私はばかり長く喋ってるから、私はここを動かないといけないと思うのでこれがひっついてるので大丈夫か、動けない痛いか、痛いの、いやいや全然痛くないですどうもないですけど、もう他の方お話になりたいと思う。時間は雨であるんだろう、まあ、2時までありますね。まだあるんだ。あ、そうですか、何だろう、時間を決めてるからね。何かあるか質問、何か質問ありますか僕はあの陸上ホッケーのチームの監督をしております。ホッケーベースボールホッケーです。バレーボールホッケーですか。ホッケーですスポーツマンじゃないですか。はい、スポーツマンシップというのがあるんだね。これは道徳教育だ、スポーツマンシップ。そういうものを若い人に、スポーツに限らずね、すべての人に見つけてやればいいと思うんですよ。我々は暗黒の世界に来た人間でね、暗黒の世界でね、自殺を3回もやりましてね、最後は山の上で生き返ったんだけどね、死んじゃなかったんだけど、山の上で生き返ったんだけど、ね、そういう苦しみというのは今の青年にはないんだよ。どうしもしないんだ、漫画ばかり見て、うん、ね、私は偉い立身出世した熱い人から、立身出世した子供のね、出世物語読んで自分を奮起してやらなきゃいかんというようなものを読んだのが、いわば私は実際講談全集、ね、大雄弁講談全集、大雄弁講談全集が下前の講談者ですね。大雄その上に昔は大雄弁講談だ話すて、ね、それが少年少女教育、講談全集、教育館の子供が読むね、講談ね、もう、それには道徳もあればね、観覧するこうして、立派な人になった、ような人、実践はずっと10年
回戦なんですよ、ね、そういうのを見てね、自分というものを振り返ってね、これでいかんと、これがね、我々やらなきゃいかんと、一生懸命頑張れ、みんなこの感じかられても、殴られても黙って頑張っていかなきゃいかんというようなね、見事が見えしむんですよ。ところが講談社に行ってもね、講談社はそれを復活しないんだよ。前日中のアホらしいって言ってそういうわけなんで、しかし人間形成というものはいつも10歳15歳ぐらい前では大切ですからね。おばあちゃんよくやってる先生もよくやったよ。みんなでもね、スポーツが通じてね、私は人の悩みを聞いて考え方を整えるお手伝いしてます。全然違う別で広島でやってます。人の情けを、人をどういうことを聞いて、そう、悩みを聞いてどうやったらいいか分かんない人が来て、自分らしい答えの見つけ方をお手伝いするお仕事。いいこと、いいですね。ありがとうございます。小さい子供ね、少年少女ね、これをうまく見つけてあってください。はい。その時頃、年頃が一番大事ですからね。お母さんたちが来ます。お母さん。はい、そういう。お母さんにも教育者に来た。はい。ね、先生が文句言ってもね、教員としてもやるんだからね、人生の教師と、人生の教師と思ってね、あんまり文句言うなと、先生が大事だね。ささいは、どんなぐらい30発ぐらいピンと起こってもね、1時間でも2時間でも、ね、他に立ってもね、あんまり立つ。仏教の言葉になりますけど、一番辛抱ですね。辛抱はね、我慢する力を子供に、辛くても苦しくても辛抱する力を忘れなきゃいけませんね。ニンニクを腹水と言いまして、辛抱にかれる苦しくてもね、辛抱しなきゃいけないというのはね、でも辛抱したわけで我々の命死んだと思ったんだけど、死んでなくてね、まあ3度だね、県は生還連絡してて、まあ自分青森から北海道に鉄道通ってるんですけど、会社無理で生還連絡してるんだ。そこで全部 書類を書物を投げ捨てて、そしたらこんな方はそのことをちゃって見たら、港に立ち付けられて、もうぶん殴られてね、警察に突きつけられて、そういうことをやって、まあそこに知られなかったんだけど、まあそういうことは知らなかったというのは、俺も先祖がね、死なせなかったのか、まあこれは見込みがあるから、特にお徳さんが生かしてくれたようなのか、これは、あれまでやめるぞと言って、ね、観音様が手を差し伸べてくれたのか、いませんが、この町で、ね、今では、インド仏教最高、大変な気持ちをあります。毎日、日本を旅行しておりますと、旅行、人に道が人影がない。農村に行くと、もう農村の空きが、大きな家が空っぽになって、雑草がぼうぼうと生えてくる。年取った顔、腰の曲がったおじいちゃん、おばあちゃんが、ね、リアカーを持って、ね、ここで魂しくてね、何のためにおばあちゃん、孫を産んだの、子供を産んでるんだって。孫を育てるんだろうというような気持ちなんですか。ただ一人に家を守る
があってね、虫もいっぱいがあってね、馬もいっぱいがあって、こうやっての、にぎやかになってるんですよ。感じたら、ちょっとした感じになって、人もいっぱいでね、あ、我々育った。人はいないの。駅に、駅という駅があって、誰もいないんですよ。はい、ありがとうございます。あのもう行くしかないと、あの やるしかないと思っているので、まあ、あのあんまり気にしない、一生懸命やってます。やれるとこまではやろうと思ってます。ありがとうございました、本当に。そしたら、ありますけど、写真とか撮られたり、皆さん。写真、何か、あったかさん。あの、よろしいでしょうか。先生、ありがとうございます。あの、私はちょっとお話が下手くそなので、読むだけになるのですが、お聞きいただければと存じます。本日は関係ありますか？あ、そうだ、関係があるんだ。はい、あの先生 の追っかけです、はいはい、本日はありがとうございます。神戸市から参りました斉藤と申します。ササイバンテージが人々のためにいやいか何が何でも行動され、またご自身の悩みも包み隠さず開示していただき、私たちにすごいお手本を示していただきありがとうございます。本日はササイバンテージにそのお礼を申し上げますとともに、日本の子どもの生命力が年々と低下している様子をお伝えしたく、そして自分たちの行動に付け加えることがあればご助言を賜りたく、小野隆光さんにお願いをして参じました。現在日本の若者の自殺率は主要先進国でトップと言われています。ありがとうございます。一番最低だよ。日本の子どもの幸福度は先進国で最下位です。日本の子どもたちは勉強ができて栄養状態も良いのに、骨が折れやすい幼児のロコモ症候群なども見受けられます。私はこれらのことが子どもの体力、国語力が年々低下していることと無関係でないように思います。日本の子どもの生命力が年々と低下しているように見受けられ、個人的に心配しています。1980年代には京都大学の経済研究所の西村和夫先生が分数ができない大学生という本を出版されました。分数ができないね。また本日ここにお越しいただいております幼児教育の庄司雅子先生が、今から30年ほど前から子どもの語彙力、国語力、体力が低下し、また子どもの脳の様子も変化しているのではと言われていまして、現在もまだその傾向は続いています。全体的な能力が年々落ちていくばかりです。そこでこれらのことについて、私たちが直接的に行える行動は、子どもに自分たちから声をかけ、子どもが話したり聞いたりする機会を増やすこと、子どもに語りかけをしてくれる大人の人数を増やすよう呼びかけをすることと思い、手紙やインターネットや会う人たちにこのような話をして、子どもたちに言葉のシャワーをという運動を庄司雅子先生と始めました。また子どもを取り巻く出産時の環境や妊婦さを取り巻くすいません、安心して出産子育てができないと思い込んでいる世の中の空気感、大人の意識もその原因だと感じます。しかしながら、脳が一番最も発達する、体内から3歳までに脳に適切な刺激をあげることにより、それらは V 字回復させられ、解決できるのではと思いました。アーユルヴェーダや瞑想も子どもにも親にも有効ではと存じます。
そして私も人間の心をより良きものにする仏教を活動を通じ伝えてまいりたく存じました。もしバンテージが私たちにもっとこうすればいいということがございましたらお聞かせいただきたくよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。あれはちょっとすごい熱い思いを持ってらっしゃる、ね、熱い思いだよ、俺も熱い思いだよ。もう私はそういうのだってね、思わず泣いちゃうね。あれもね、泣いてくれたわね。あ、そうです。言葉が出ないんだよ、あれ。今言ったよりね、どういうのもね、教育は元から間違ってるんですよ。そうだと思います。だからね、母ちゃんが一家に行ってもね、お父ちゃんがあまり怒ればお母ちゃんも子供たたくなと言ったりしてね、盲目的にね、可愛くなってね、何も手札させないようにするんです。昔はね、可愛い子供に旅をさせとか、それで歩いてこいと、よくよくその話しょっちゅう聞きました、そういう話、うん。それから、かわいい子供にはね、もっと激しく教育をしろと、お父さん、お母さんが、小さい時から、もなくてもね、激しく生かしていかないと、慈愛のことに殴るんだからね、やって、少し厳しく、僕はね、今、もう的な愛情で子供ができたら、もう子供ができた時期だってね、みんなどこでも盲目的な愛情を添えてるんで、こういう育て方があると子供はね、何も忘れないんですよね。自暴自棄になってだから、若い子みんなの子供はすごいですよ。アンベルからできたからね、勉強しろという、うざいうちが欲ちが脳の勉強しなさい、これは勉強しろって言うんでね、アンベーカール菩薩は神様とか仏様の絶対の忠誠と信じ込んでいるね。民衆はね、自分のご飯を食べないで、もう一食二食を減らしても子供に食べさせて、勉強しろ勉強しろ勉強しろと、教えてくるんですよ。いかに毎日上労働して、あるいは力車を引いて、戻って、もうエネルギーすが、やつてやつてやつても、子供にはご飯食べさせて、自分にはやる。そして子供を教育する。それが、アンベカルの言葉だった。アンベカル、自信はそれで目を開いたんだよ。それ今、人も多くなってね、大学まで。ああ、つきますよ。仏教とは、大学院まで。それで、当時は真剣勝負だ。読んでもワイルドを使ったり、メーカーもだから、学校に行かなくても、卒業できる論文だけがいい。いろもんじゃないんですよ。毎日毎日、毎月毎日が真剣勝負だ。試験、試験、試験。だから家に帰ったりするため、試験、勉強だ。お母さん、お父さんを悲しませてはいけない。おばあちゃんを悲しませてはいけない、一生懸命やるんだ。今度は直ばすなったら、おばあちゃんに叱れる、お父さんに叱れる、お母さんに叱れるって、試験に合格になったら恐れて私のところに飛んでくるんだ。いよいよ俺が言うように言ってやるからと言って、それぐらい真剣だ、だから勉強で勉強でもすごい。私は運動制御のちょうど3年がやりました、マイノリティコミッション、それで、この神仏が出るって、仏教とは教育の意味の絶対の意味ですが、どういうわけで大意味になったのかと皆さん質問してね、あちらの勉強はしてはいけない、学問してはいけない、寺に参ってはいけない、本を読んではいけない、もうそういう状態で踏みつけて踏みつけておったのに、
第二位になってきた。これはアメリカの人がいなかったからと。それで今に持っていきても直線も何だったやんか。今は飛行機パイロットになって、これ小学5年生から決めてるんだ。今何なんだよ。俺はドクターになる。何のドクターになる。ハチン、ハルとか、メロンとか。お前なんだよ、カリカリになったよ。お前なんだよ、決算の社長になったよ。もうその決算の社長になった人もあればね、ドクターになった人もね、ものすごくない物価だ。誰にも負けない実力サインだ。人気教徒は第3位だと、4位だ。3位か。上が実力。第1か。第2の教育は仏教徒。第3は死。たぶん入ったね。第4位はヒンドゥー教、第4位はカルト。仏教徒第2位教育に上がってね、何個かをして職業についてね、やってるんだ。そして小さい時こう申し上げるから、そこらに褒めないと私はパイロットになる。だけどお前は何なんだって、すぐにパッ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 自分の勉強しない。もう先生、もう18歳、19歳、20歳、23歳、20、30歳だと、それはもう、もうしてはわからない。何なのかわからない。ね、目的がつかない。人生の目的がつかない。そういうのがいっぱいおるんですよ。ね、結婚もしない。結婚もしない。もう30歳だろう。結婚もしない。女子がいっぱいおるんですよ。なんと情けないんだろうと。だから一番教育、一番大変なことですね。これはやっぱり高断者にって少年少女のね、教育高断前日をね、再開してもらう必要があるね。それは高断子見たことのような予想がつきと、資料的な予想ね、その道徳的にね、精神的に向上を持つ教育、教団の教育、これしか私は道がないと思ってね、もう数年来、日本に来たたびにそのことを言ってるんですよ。ね、この間も東京新聞の記者からね、講談社に、大きく大きな文字で書いとけ、ね、講談社に、講談、教育講談を再発行しろと。いうことはね、それ大雄伝という、その教団者の、ことはそれだったのか、それで大金持ちになって、今の教団者になったんだからね、大金持ち返すなって言ってるんですけどね、まあ、お前のたくないし、本当に大切なんだと、頑張ってください。いや、そろそろ入れ替えになりますので、はい、写真とか挨拶とかありましたら、ね、庄司雅子さんの本なんですが、もし先生最後に今日本では年間13万人が中絶され、赤ちゃんが中絶されていると言われてますが、年間、はい、それは嘘で、厚労省のアンケート上で実数は50万人以上が闇中絶されておりまして、葬るばかりか、その実態さえも隠蔽し続けて78年間経っております。で、今日先生にお願いしたいことがあって、何かというと、そのおろそうかおろそまいか悩んでる人って毎日2000人以上いるんですけども、その人に向けて先生が妊婦さん、お母さん、その命は仏の命ですよ、おろさないでくださいっていう画像を撮っていただいたら、それで100万人以上の赤ちゃんの命が救われますので、先生ぜひそのメッセージを取らせてもらっていいですか。いいやろ、あーちょっとこんぐらいだろ、お母さん、お母さん、妊婦さんにそのお腹の命は仏の命ですって下ろさないでくださいっていうことを言う。俺はインドから来た、ささい
修練という坊主や日本全国を安楽しております。ところが今聞きますと、全日本で中絶妊婦からお腹に子供さんが宿している人が、もう子供をどういう事情かは分かりませんが、おろしている。その率、13万人と言われてますが、13万。でも実数は闇中ですが50万人以上います。闇中で言いますと50万という中絶者がおると聞いております。誠に悲しいことを聞きました。誠に無念涙の言葉を聞きました。子供は仏様が授けてくださるのです。先祖代々の方々が授けてくださるんです。これをお腹に宿したお方は立派な子供を産むのが、そして立派に育てていくのがお母様の役目ではないでしょうか。私はお願いします。妊婦のお母様方、どうかお腹にいるお子様を大切に、仏様の御命、ご先祖様の御命とお考えになって、子供を中絶、避妊、避妊しないでください。そして立派に育てて地上に立たせてください。おうち日本の一人の国民として育ててください。これが今回東インドから来ました、シャモン修礼の心からなるお願いであります。振ってシャモン修礼お願い申し上げます。お願い申し上げます。妊婦様どのへ、いいですか。ありがとうございます。前の日やろ、泣くな、頑張れ。頑張りなぞ。目の締めはどういう大きいところにとってた。